倉庫に到着した1台のトラック。入庫作業を行う場所には誰も人がいません。自動で専用レーンに乗せられ運ばれていきます。こちらは先月稼働を始めた花王の新倉庫。総工費およそ55億円をかけ完全自動化を可能にしました。一つの山で最大 1.1 トンほど乗せられるということなんですが、一つの荷物に対して1分ほどで入庫が終わるということです。通常入庫作業ではフォークリフトや人が倉庫内を何往復もしていますが、この倉庫では自動化で荷下ろしにかかる時間が半分程度になるといいます。扱える荷物の量も増えています。それを実現したのがロボット3台と今 AGV25 台が動いてケース仕分けを行っております。人は全くいない設備になっております。1時間に900箱の段ボールを積むことが可能。大きさが違う箱の組み合わせもロボットが考えています。さらに届け先ので必要な量だけを商品を積み付けるという作業になっておりますので、1ケースでも2ケースでも少ない量でも必要な分だけを積み替える。自動化により本来作業に必要だった30人を別の業務に充てることができるそうです。背景にあるのは2024年問題。トラックドライバーの時間外労働が規制されることで人手不足が懸念されています。労働時間削減のため導入したのが、今トラックの到着がこちらのモニターに表示されました。するとコンベアにはすでに大量の荷物が準備されています。トラックが到着する前にこうして荷物を準備しておくことで待ち時間の削減につながるということなんです。荷物の積み下ろしのためドライバーが待機する荷待ち時間、業界団体の調査によると平均1時間18分に及び長時間労働の主な要因とされています。こちらではトラックが入り口に到着するとカメラが車両のナンバーを読み取り搬入口へと誘導、その知らせを受けると同時に積み込み準備が始まります。順調に行けばもう30分ぐらいではもう出れると思います。1時間ぐらいはやっぱり今までの倉庫よりは短縮できていると思いますね。物流網自体の見直しも進めています。物流だとなるべく物を動かさないっていうのが基本になりますので、工場の直送なんかもですね、一つのアプローチになると思います。花王の工場では製造した商品は物流拠点を経由し小売店などに運んでいますが、この機能を倉庫に組み込むことでドライバー不足を補いたいと考えています。2024年問題を前に慢性的な人手不足に悩む引っ越し業界。年度で転勤が増えた方がやっぱり多くて、この会社では新年度に入り法人需要が急増、中には人員が足りず受けられなかった仕事も。4月の1日に213件のご予約をいただきまして、1割から2割ほどのお客様のお引越しはお手伝いがさせていただけない、手が足りないというところで、お断りした状況でございます。問題の解決に求められるのは業務の無駄を改善し収益力を高めること。そこでこの会社が試験的に始めたのが、これはその翌日分に積み込む荷物をスムーズに積めるために片付けてます。これまで引っ越しを終えた後
翌日の準備を行っていて、残業が増える要因となっていました。これを改善するため、運送業務をおよそ半分にし、残りを倉庫作業に充てることで、トラックに乗車する時間を減らし、効率化を図るのが狙いです。さらに中小企業では、ライバル企業の間で連携を模索しています。業者も本当にその24年問題に本気で取り組む業者しかも生き残れないんではないかな、うん、中小の引っ越し会社110社で団体を作り、2024年問題の対応策を話し合っています。引っ越しって料金が決まってないじゃないですか。遠くに行って帰りからだと、例えば10万円0円なんですけども、帰り便があると10万円10万円になるんですよね。この会の発起人、鹿島社長が目をつけたのが、空いたトラックと運びたい荷物、2つを結びつける仕組みを作りました。例えば東京にある A 社が福岡へ遠距離の引っ越しを行う場合、行きは荷物がありますが、帰りは空で戻ることが多く、経費がかさむため断るケースもあったといいます。このシステムでは、 A 社は B 社に福岡から東京への引っ越しがあるのをネットで共有、 A 社は福岡で空になったトラックに B 社から委託された荷物を積み東京へ運びます。 A 社に利益が出るのはもちろん、 B 社も遠距離の引っ越しを引き受けてもらうことで、トラックの空きが生まれ、地元で別の引っ越しができるのです。長い時間働けない、ロスを出せない、で今あるトラック台数と人で最大限の利益を上げるとなると、空の時間っていうのは絶対許されない。エリア外の引っ越しをこれからさらに受けれなくなるっていうこと自体が必ず起きるので、ネットワークは必ず生きると思ってます。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。